何ですか？皆さん、果物の名前は分かりますか？はい。名前を確認してみましょう。リンゴ。リンゴ。サクランボ。サクランボ。みかん。みかん。バナナ。バナナ。レモン。レモン。次に形容詞を復習してみましょう。赤い、大きい。赤い、大きい。赤い、小さい。赤い、小さい。甘い、黄色い。甘い、黄色い。黄色い、長い。黄色い、長い。黄色い、酸っぱい。黄色い、酸っぱい。はい、よくできました。それでは名前を当ててみましょう。これは赤いですか？いいえ、違います。それは赤くはありません。これは黄色いですか？はい、そうです。それは黄色いです。これは長いですか？はい、そうです。それは長いです。これはバナナです。はい、正解です。これは赤いですか？はい、そうです。それは赤いです。これはさくらんぼですか？いいえ、違います。それはさくらんぼじゃありません。これは大きいですか？はい、そうです。それは大きいです。これはリンゴですか？はい、そうです。正解です。それはリンゴです。如果您对于日文与日本文化的入门教学有兴趣，或者您是中小学教师，希望透过日本文化学习丰富学童的世界观，欢迎加入我们的 FB， 更多日文教学资源公开在教育部教育云，请看影片下方说明哦。